嬉しい。あったか靴下届きました。あったか。これもジラピケだからジラピケ祭り。あったかいです、ありがたい。で、今日は自炊やっちゃおうと書いてますけど、何を作るか、何だと思う？皆さんの予想は。初めての自炊、何作ると思う？ご飯何作るか予想。早くも正解が出ました。たこ焼きを作ります。でも本当に何もなくてさ、今鍋とかもないのだから熱の出る機械が今たこ焼き器しかなくて、じゃん。たこ焼きをね作っていこうと思うんです。マジです、まだ何もね物が揃ってなさすぎるんですけど、たこ焼き器はあるんです。コンセントが近くにない。たこ焼き器でさ、あとちょっとは頑張れそうな気がしてて、よいしょ。ここだとね、たこ焼き使えそうなので、たこ焼き、これカーテンちゃらかったりしないよね。ちょっと話したところたこ焼きします。アヒージョやるって、焼肉焼けるよ。だってあ、なんか肉巻きおにぎりとかもする人いるよね。だからさ、何でもできますよ本当に。たこ焼き器の可能性は無限大です。グラビアおめでとうございます。ありがとう。で、あのボールとかもないんですよね。ボールもないし混ぜるのもないし、でも箸とコップはあるのでちょっと極限たこ焼きすぎてちょっとあれですけども、申し訳ないですけれども、たこ焼きテーブルはあるんです。テーブルはあります。テーブルの上に置いて、じゃあ具材を取ってこようと。まずはものもないんだよね。でも混ぜることはできます。てかタコはちょっと断念して、ウインナーなら頑張れば。たこ焼き器の作り方、たこ焼きはギリね、いけるんじゃないかと思って、
すの買った。でもヨガ食べるのはウインナー入れてよく。作り方チーズはあります。あと今後使うのではないかということを加味して、小麦粉をね、小麦粉で作ろうということにしました。まずはでもこれね、今思ったんですけど、測るのもないんだよね。山芋すりおろせる端数なかろうが、こんななんもない部屋で切るのもないんですよ。切るのもなくて混ぜるのもないとです。だから山芋すりおろすなんてのはもう先の話よ1日目から無理よ。そんな壁の凹凸ですりおろす、あ、いけるか、いけるかじゃないのよ。うん、とりあえずなんか混ぜるらしい。油引いて、待って、油拭くやつないかな。まあちょっと話せる部分はあります。あ、あった、ありがたい、マジで助かった。親は偉大だなって思うのがさ、キッチンペーパーを置いてってくれてました、母が。ありがたい。キッチンペーパー買おうとかまではさ、ちょっとさすがに分かんなかったから、助かる。マジで皿とかもないんで、器系でね、唯一持ってきたのは友人の結婚式行った時に引き出物でもらったコップがあるので、それはね、コップをね、容器にしていきたいと思います。めっちゃいいコップやん、これ。絶対嬉しいね。なんかあんまり混ぜたくない系のコップやな、こんな感じ。ちょっとツルツルな、ツルツルのプラスチックとかもないし、どうしようかな。
ちちゃった。卵ケーブルが落ちた。悔しい。白い壁配信。あ、これ止まったりしないよね、壁すぎて。配信中です。待ってよ。帰ってきた。ちょっと待って、卵ケースが落ちちゃった。卵ケース、自炊はちょっと難しいですね。不安すぎる。今ね、冷蔵庫にね、卵とソースしかないの。よいしょ。いけるか？まず
麦粉とかと混ぜると、たこ焼き粉あります。ちゃんと作れたらいいんだけど、卵と牛乳を少し、ちょっと気が遠くなってきた。ブッシュがなさすぎる。たこ焼きはちょっと頑張りすぎたかな。よいしょ。そう、小麦粉だとあれですね、小麦粉だと今後も使えるので、物がなさすぎるからさ、あの究極に、これ敷いて、ちょっともうつけちゃおう電源。美味しそう。ごま油敷いたら大抵美味しそうで。とりあえず電源つけました、たこ焼き器。やばいな、物ないとこんな感じになるんやな。っていう初歩的な勉強。箸はありますので、うわ、ハサミでお切りくださいって書いてある。ハサミないんだけど、あ、ここの、待って待って、やばい、ハサミがない。ちょっと待って、困っちゃうよ。
眉毛整えるやつで開けました。よいしょ。よし。うわ、描いてる人いる。その眉毛見てよ。これで生地を混ぜる人。いけるかこれ。戻ってきた。いや、はてなはてなはてなじゃないのよ。家でご飯作ってるところです。やばい、なんか焦げちゃってきてる。煙が出ちゃってる。いるよ。いや、過酷な生活やん、もうこんなの。まあ、ゆっくりね。ゆっくりね、生活力をね、ちょっと上げていきたい。毎食これすると思うと泣ける。おじさんも何年もそんな感じは。そうなの？毎日タコパ？これでいいかな、そんぐらいで。あの粉の量は。こんなもん？いけんの？これで。いけるか？これで。シンプルに混ざってない説。ちょっと焼いてみます。とりあえず試したこ、試したこ焼き。中身はご飯に染みてそう。まあ、ご飯別でしたけど、最低。トロトロじゃないカレー。待って、もうこれもあかんやん。あ、切り口ありました。優しい。ここに切り口。開いた。もうちょい粉入れて良さそうだよね。これ食べるまでたどり着けるか、ちゃんと。皿
ないからな、そもそも。なんか白っぽくなってきたので、とりあえず焼いてみます。いけるか、ぽいぽいぽいよ。うん、いい感じなんじゃないの。でウィンナーはちぎります。ウィンナーってちぎれるよね、きっと。待って、やばくないこれ。あれ、サバイバル、これ。はい、え、これサバイバルしてる、今サバイブしちゃってるよね、完全に。油引いてますよ、ごま油。やばい、もう手めっちゃ洗いたい、早く。早急に手を洗いたい。ちょっと一旦手洗おう。落ち着いていこう。うん、ひとまずね、ひとまず。こんな感じ、今。これもしかしてごま油じゃない方が良かったかな。まあ美味しいしね、ごま油。ありがとう。あ、天空捨てるの忘れた。
待ってくれ、ちょっと開かないもの多すぎん。も入れちゃう。よし。揚げ玉はちょっと次回ですね。わあ、なんか美味しそう。割といい感じですよ。そうだね、キッチンハサミ買わないとね、本当に。作るのは割と得意ですね。どうなることかと思いましたが、なんとかたこ焼きらしさ垣間見えてきました。
めっちゃ一人暮らしって感じするね。大変ですね一人暮らし。はい、ソースあるよ。ではいただいてみたいと思います。もあるんだけども、ちょっとゆくゆく設備揃ってからしようかなって感じ。いただきますね。なんかさ、一人暮らしするけどマジでいるもんだけ集めていこうって思うんですよね。なんだけれども青のりはかけない派です。暑いから気をつけてね。ありがとう。あら優しいコメントが、なんか変なただの焼きやんほらとか来てますけど、タコパとかででもしない？2ターン目か3ターン目かに。ウィンナーで焼くとか。よし食べます。待って、絶対熱いのよこの見た目は。わっ、え、めっちゃ、待って、あの三つ穴タイプだった、まさかの。母がねプロテインとかも置いとってくれてました。だからもうさ、あ、なんだろう、食べるのないわってなったらプロテイン食べればいいの。実はプロテイン飲めばいいの。たこ焼きできました。猫舌。
化粧局決めの打ち合わせしようとしてないです。なんかそういうコメントってたまに来るんだけど、してないです。そう、バリ猫舌。いただきます。うん、おいしい。配信無理しないでねって優しい、ありがとう。ちなみにめちゃめちゃおいしいです。なんかさ、たこ焼きってさ丸にしようってするやん。でも私はさ猫舌だから結構あの穴開けちゃうよ結局って思うと、なんか何なんだろうかっていう気持ちになってくる。たこ焼きとはという、うん、そんな気持ちになります。考えさせられます。うん、明日のラジオのあれが来た台本は。明日ね、RKB さんのラジオがあるの。聞いてねみんな、19時から。開けといて、かけといてアラーム。うん、おいしい。そうで、あのお便り送ってほしい。私ラジオ大好きでさ、あのたまにさラジオにお便り送ったりするんですけど、あのツイッターにね、ちょ明日もツイートするけれども、そう明日ラジオなの。うん、シュダイが変な飲み物出すよねって。そうなん？いやいや、シュダイ呼びやめ、その前にいやいや、その前にシュダイ、坂田アナね。うん、ウェルカムドリンクありがたい。うん、ラジオの台本見ちゃうと。うん、そう生放送楽しみ。お話し会行ったら喜んでくれますか。うん、来てほしい。福岡と横浜であります。
今回行く。うれしい。待ってます。もう準備できたと。今受付中ですよ、おしゃべり会。嬉しい。まあ、オンラインの方はね完売してる部があるんだけれども、対面はまだね完売してないからね、完売したらいいなって思います。目いっぱいおしゃれしていこう。でさ、自分何部かなって思って登録してみたんですけど、割となんか簡単にね登録できるよね、あれ。うん、メモしとってね、ちゃんと明日のラジオにお便りを送るって。なんかラジオのお便りってどんなのがいいんかなって思うけどさ、普通に質問とかさ、なんかテーマはあるんか分からんけど、なんか夕方発表って書いてあったかな、なんかね、その専用のメールアドレスがあるから、何でも気軽に送ってください。うんうん、読まれるチャンスが少なめ。じゃあいっぱい送らなやん、いっぱい送って確率上げていきましょう。18時台に発表されるトークテーマ、メッセージテーマは聞こなさない。おお、私とか明日撮影してるから、ちょっと皆さんツイートしていただけたらありがたい。とっても私もねツイートできたらラジオ前にこれです送ってくださいってつぶやくね。おいしい。しのちゃんとシェアルームやったの。そうだよ、もともとね決まってたの本当は何月までって。でお互いにもうね、なんで住むとこ決まったというか、私もいいよお家見つけて。今日のトークインズにラビニスの新名を流れるらしい。あら、そうなの。え、てかめっちゃ美味しいんですけど、たこ焼きマジで。美味しかった。無事にね、ご飯食べれてよかったです。ちょっとあれかなと思ったけど、食べられないんじゃないかと思いましたけど、無事にありつけました。自炊しようとするだけ偉いよ。
もっと褒めてください。おいしい。じゃあランキングを読もうかしら。13位からランキング読みます。ひろっち、にんにんにん、かっちゃん、やまぽ、みかん丼19杯のささ丼、 FR、 肉、ともぞっぺ、わか、さんがベスト3。3位がまさる、ありがとう。2位がひらまつ、うれしい、いつも見に来てくれてありがとうございます。1位がノブ、ありがとう。甘やかしてるな。なんか最近めっちゃ見てません？私のショールーム、もしかして。片付けも頑張ってね。え、そうなのよ、片付けグッズがマジでなくて。でもさっきねスポンジ買ったから、なんとかあの掃除できるとね、信じてます。私は自分を信じてる。そう、うん。これからの成長が楽しみだね。そうですね、本当に。うん、30日配信中っていうのは感慨深いね、本当に。来週はユニット戦が、そう、もう今週末かな収録はね。頑張ります。ではまたお会いしましょう。生活力向上できるように頑張ろう。ではでは。あとたこ焼き器料理も極めたいですね。ちょっと今日はベーシックにたこ焼きだったんですけども、アヒージョもできますし、オムライスもできるし、肉巻きおにぎりもできますし。ね、頑張ります。ではまたねー。おやすみなさーい。バイバーイ。